はですね、諏訪市にあるクラブララに今お邪魔しています。はい、でララはですね、上諏訪駅から歩いて3分ぐらいの場所にあります。で前回ですね、岡谷のですねクラブボルトで特典の、ね、動画を撮ったんですが、その動画を、ね、見てお客さんが実際にね来てくれたというふうにボルトの、ね、店長から聞きまして、まあ、そういうね特典使ってくれる人がねいるんだと、まあ、だったらねもうちょっとねこういう動画たくさん増やそうかなと思って、それで本日はですねこのララに、ね、お邪魔して店長と対談します。で店長にですねもちろんね質問があるんですが、お客さんがね飲みに来て、キャストさんとねなんていうんですかね、まあ可愛いね女の子がいたんですよ、まあ、キャバ嬢もいたんですよ、うん、その子とね、まあ、ちょっといい関係になりたいな、ね、そういうお客さんは、まあ、結構いるんじゃないかなと。だけど実際ね、いい関係になるところまで本当にあるのかなと、うん、そこら辺ね実際どうなのかなってぶっちゃけた話をちょっと聞いてみたいっていうのと、うん、あと、まあ、お店からね、お知らせということで、まあ、もちろん特典がねついている、まあ、そういった特典の求人ですね、特典求人、女の子が来た時に特典がついた体験入店ができると、はい、それとですね、まあ、お客さんが飲みに来たらですね、もちろん飲みに来たお客さんの特典を用意してもらうと、はい、という感じで、まあ、進めてみたいと思います。ではよろしくお願いします。すいません、もういつももう世話になってます。いや、とんでもないです。こちらこそ、よくしてもらって、ありがとうございます。はい、このクラブララは、今どのぐらい経営の方が立ってるんですか？そうですね、これで、年数でいけばもう8年。8年ぐらいですか？8年か。もう割と諏訪じゃもう本当に、そうですね。だと思うんですよね。諏訪の中じゃもう、はい、そうですね、もう今やってる中で一番か2番目ぐらいの経営になってます、ね。ですよね。はい、やっぱ、キープにしてるお客さんとか多いんですね。そうですね、もう、はい、いつもこういう動画撮るときに店長にちょっと質問していることがあるんですが、店長はなぜ、ね、ここのキャバクラで仕事をしているんですか？なぜしてるんですか？どういう思いでやってるんですか？どういう思いですか？はい、そうですね、まあまあ、何の仕事でも同じだと思ってまして、まあ、こういうサービス業がやっぱちょっと接する仕事が好きかなっていうところが一番ですかね。じゃあここに来る前とかもサービス業したんです？そうですね、そのような形でやっぱ人と接する仕事をしましたけどね。はい、ここの店長はですね、なんか見た目はちょっとね、まあ、知ってる人はね知ってると思うんですが、見た目はちょっとねちょっとおってね思っちゃうようなこう、ね、感じなんですが、喋ってみるとなんかめちゃめちゃなんかねこう愛嬌があって話しやすいね店長なんですよね。そうですよね。いえいえちょっと見た目はおってなんか惹かれる時ないですか？いや、たまにあります。たまにあるやっぱそうですか。だから喋ってみると全然全然もう、はい、サービス業のね店長らしき風格でねこう喋ってくれて、その道に精通してる人なんだなって思いますね。感じますね。ちょっと質問がまだあるんですが、はい、やっぱキャバクラやってると女の子のねまあ、友達っていうかそういう、まあ、仕事の関係かもしれませんが、そうですね、はい、やっぱ多いんですか？そうですね、まあ、あくまでも仕事として割り切ってますけどね、やっぱ連絡とかはまあ相当いますね。相当いますか？はい、なるほどね。やっぱなキャバクラで働くと女友達がまあ増えるってメリットがあるからそういうのを目的で入ってくるバイト君とかはやっぱいるんですかね？まあ、そういうことは言わないとは思うんですけど、面接でも言わないでしょうけど、まあ、そういうまあそういう意味に思う子もいるでしょうかね、実際。確かに。まあ、だけど入ってもらえば、もうあくまでも仕事してやってもらうっていう感じですかね。そうですね。もう、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。では次の質問、はい、いいですか？はい。よくね、まあ、お客さんが、まあ、男性がお客さんで来るじゃないですか、はい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 、で、まあ、そのね、気に入ったキャストさんが、まあ、こう、お店の中に、まあ、できて、まあ、通うようになって、通うようになって、もちろんお客さんは、まあ、この子とね、ちょっといい感じの関係になりてぇなーっていうようなね、もちろん男だからね、あって当然なんですよ。で、まあ、キャストさんはだけど、ね、まあ、お客さんだから、ね、そういったね、いい仲とかって、ね、そういうのは、ね、もちろん店の方では禁止ですよね。そうですね。一応ね、はい、一応禁止ですよね。はい、しかしですよ、まあ、実際ね、まあ、キャストさんも
そんなね、私にね、大金をね、こうね、毎回毎回来てね、使ってくれると、うん、ね、やっぱキャストさんだっていうのは女ね、人の人なんで、やっぱそうやってお金たくさん使ってくれるね、お客さんの中には当然ね、ちょっとね、そうやってお客さんっていうまたね、別のね、感情とはね、違うこう、見方で、見てしまって、禁止なんだけど、ね、そういう言い中にね、なって、恋人関係とかになっちゃったりする、お客さんとキャストさんって実際のね、僕が思うんですよ、結構多いんじゃないかなとかって思っていて、だけど実際ね、キャバクラで仕事してるわけじゃないので、そういうことはわからないんですが、ね、この動画を見ている、リスナーの、ね、方もいるんで、少しはね、ぶっちゃけな話で実際にね、多いんじゃないかと、そこら辺はどうなんでしょう。ないとは言えないでしょうね。ないとは言えないですね。なるほど。ただもっと言うと、なんていうんですかね、そこをもっと超えた関係っていうかね、お客さんもやっぱ長くてくれてるお客さんも結構いますし、もうなんていうんですかね、もう女の子とお客さんの信頼関係自体ができてるっていうかね、そういうお客さんは結構本当多いですね。はい、そういうお客さん、そういう関係があって、恋人関係になるキャストさんとお客さんってどうなんですか、多いんですか。どうですかね、なかなか答えられないとこなんですけどなきにしもあらずでしょうね。男と女ですんで、どれでどうなるかわかんないですけどね。じゃあ全然、ありだと。店の方としてはね、もちろんお客さんとあくまでもお客さんなんで、いい付き合いをしてくださいとしか言えないですけどね。お客さんとしてのいい付き合いをしてくださいとしか言えないですけど、じゃあ、あんまりそういうところはどうなのか、こと、お客さんもしかしてとか思ったとしても、それ以上突っ込んだ、そうですね、そこまでは突っ込まないですね。影響があればね、またちょっと話は変わってくるでしょうけども、仕事にも影響がなく、生活にも影響がなく、お客さんのもちろん生活にも影響がなければ、特にとやかということではないのかな、原則もちろんね、ダメだとは言ってるんですけどね。なるほどね。聞きましたか。やっぱね、キャストさんも、いい、ね、人がいたら、もちろん、ね、そういう中になってしまうことは、これはしょうがないと、しょうがないと、それはそういうことですね。なるほど、貴重な意見を聞けて、ありがとうございます。いえいえいえ、すみません、とんでもない。じゃあ、それでですね、あと、今回ですね、せっかくなんで、この動画をね、聞いているリスナーの、女性の方で、もちろんキャバクラなんで、キャストのさんね、募集してるとは思うんですが、僕のね、動画を見て、その体験入店に来てもらうキャストさんに何か特典をですね、ちょっとね、少しでもちょっとつけてもらえれば、いいですよ。体験入店大体ね、1回とかなんですが、とりあえず美雪さんの動画見ますかって言ってくれれば、8月ちょっと15、16とちょっとお休みいただくんで、予防の14日まで体験入店ずっと4000円という形で何回来てもやらせていただきます。おお、それはいいですね。普段は体験入店は1日ですか、2日ですか。とりあえず1日でもう1回来てみるっていう子もいますけど、とりあえず1日ですけど、14日までだったら何回来ても時給が4000円になります。はい、はい、そういう特典です。はい、もしね、これをね、聞いている方、女性の方で仕事4000円目的でですよ、全然来てもらって構わないってことですね。はい、ありがとうございます。大丈夫です。それとですね、男性のね、見ている、リスナーの方にですね、こうなんか飲みに来た時に、この動画を見てくれた人に対して、特典をなんか特別になんかつけてもらいます。そうですね。じゃあお会計の中から、やっぱ値段引いてあげるのが一番かなと思うんで、お会計の中から1000円引きます。一人ですか。とりあえずグループでしたら、グループって形で1000円引いて、グループで1000円。もしビール飲みたかったら1杯つきますよ。生ビール、どうですか。はい、生ビールを、お客さん5名でもし来た場合に1杯ずつ、サービスと、そのグループだったら、1000円割引。そうです。もちろんお一人様でも1000円引かさせてもらいますんで、一組1000円引かさせてもらうという形で、その、お一人様でも、お二人様でも1000円引きますんで、お一人様でもお二人様でも1000円引き、はい、そのグループで、グループで1000円引いて、人数分生ビール1杯。生ビール1杯、はい、ありがとうございます。ないです。実際にお世話になってるんで、いや、本当にありがとうございます。生ビール、この夏、飲みたい、好きな方多いと思うんで、ね、いつも行ってる、キャバクラもいいとは思うんですが、こっちで、ね、たまには飲んでもらえれば、今回でですね、生ビールを1人1杯無料でサービスプラス、そのグループでマイナス、1000円割引と、はい、っていうことですね。はい、それは、何日まで。じゃあまた14日までで。14日まで、はい、はい、お急ぎくださいって形で。お急ぎください。14日まで の、 特典になります。はい、じゃあ、ここで、ララの、店長との対談動画を
終わりにしたいと思います。よかったらですね、他のねお店でまたねこういう特典のね動画作ろうかなって今思ってるんで、よかったらねチャンネル登録もねよろしくお願いします。はい、店長今日はありがとうございました。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは終わりにします。